15世紀から16世紀に作られた木製の容器に収められたボグバター。アーマー県ポータダウンで発見。リードによれば、上部が盛り上がっているのは、冷炭の中で水がバターに触れた状態で淀むのを避けるため。15世紀から16世紀に作られたボグバター。ファーマナ県エニスキレン付近で発見された。ボグバター、あるいはビュートラリットとは特に、 ブリテン島とアイルランド島において見られる、データン地に埋蔵されていた古代の牢状の遺物を指す。1997年の時点では、アイルランドとスコットランドを中心に274例が確認されており、また2009年ではアイルランドだけでおよそ500例に及ぶと推定されている。 我々が現代用いるバターには脂肪分が八十から八八十パーセント程度含まれるのに対し、ボグバターは九十五から九九十パーセントが脂肪分であり、バターというよりは石鹸に近い。また、バターという言葉から受ける印象に反し、今までボグバターであるとされてきた遺物の中には、乳製品ではなく動物性脂肪から作られたものも含まれていたことがガスクロマトグラフィーによる 分析の結果近年明らかになった。発掘されたボグバターのおよそ半数が木製の容器に収められているが、家畜の膀胱、比較、樹皮などに包まれていることもある。木製の容器にはバケツ、ケグ、ソン大皿、バターチャーン等がある。ボグバターが埋蔵された目的は明らかになっておらず、様々な仮説が立てられている。生物由来である、 ボグバターは放射性炭素年代測定により、およその製造時期を測ることができる。スコットランドでは、ボグバターを埋める習慣は少なくとも2世紀から3世紀に遡る。一方、アイルランドでは2011年4月28日に約 50kg のボグバターがオファリー県のタラモアで発見されたが、このボグバターはおよそ5000年前に遡るものと考えられた。 ただし、少なくともアイルランドにおいては、鉄器時代のものと分析されたボグバターが多く、こうした習慣が盛んに行われたのも、また鉄器時代であろうと考えられている。本来何を目的として、ボグバターが埋蔵されたのかは明らかではない。バターをデータンチに埋める行為は、ひょっとすると何らかの宗教的儀式であったのかも、しれない。 アイルランド国立博物館のパートレック・クランシーは19世紀の半ばまで年に一度データンチに牛を連れて行って洗い、データンチにバターを捧げる習慣が行われていたことを示し、ボグバターの埋蔵がこうした習慣の起源であった可能性を示している。ボグバターが盛んに作られた鉄器時代には金属製品がデータンチに捧げられており、 ボグバターの埋蔵もこうした行為の一環と捉えることもできよう。ただしクランシーは宗教的儀式と捉えるよりも備蓄目的と考えた方が適切かもしれないともしている。クランシーの言う通りボグバターは保存や備蓄を目的として埋蔵されたのかもしれない。ボグバターが埋蔵された冷凍値は低温であり酸素が少なく土壌が酸性であるため食品の保存には うってつけの条件を示す。研究者ダニエル・シー・フィッシャーによって実施された実験は、2年間データンチに埋められた肉の病原体やバクテリアの量が、現代の冷凍庫で保存された、対象資料のそれとほぼ変わらないことを実証し、データンチへの埋蔵は、食品の効果的な保存法だったことを示唆した。飢饉や家畜の伝染病がたびたび起きたため、 この大切な食品化合物を保存する貯蔵手段が必要になったのだろう。リードによって再現されたボグバターの展示。2012年、オックスフォード食と調理のシンポジウムボグバターの埋蔵は単なる備蓄に限らず、さらなる目的もあったとも考えられる。中国のピータン、スカンジナビアのグラブラックス、アイスランドのハカール、イヌイットのイグナックや、キビアック、モロッコのスメント、 非常に腐りやすい食品を埋蔵して保存し、熟成あるいは発酵させて、独特の風味を加える調理技法は、世界中に存在する。ボグバターの埋蔵もこれらの例と同じく、味を高めることもその目的の一つだったのかもしれない。リードは、ボグバターを現代に再現する実験を行ったが、3ヶ月間で探地に埋蔵したバターは腐敗臭こそ、しなかったものの周囲の香りを吸収し、 好き嫌いの分かれる風味になった。作りたての発酵バターの持つクリーミーな酸味からは、かけ離れているが、熟成したギーと同じように味の濃い料理には使える、としている。また19世紀にボグバターの再現を行った、オーラベティの、好みで言えば、現代の方法で熟成されたバターの方を好むが、ボグバターは癖になる味だという発言を引用しこれに、同意している。一方、 泥棒や侵略者から食料を守るためにバターや他の脂肪が埋められるようになったとも考えられる。中世前期のアイルランドでは法文で人々の消費することができるバターの量をその属する社会経済地位に応じて丁寧に定めており、当時バターが高級品であったことは疑いようもない。さらにバターには数多くの調理員以外にも税金や貸借料、 罰金の支払い、艦隊の促進、病気で弱った人間の介護、社会の絆の強化等様々な使用法が広がっていた。ありがとうございます。